ここだけメールに五百円5 0円に売自分のパンツ <laughs> <laughs> しかも自分の知らないところで。あるジュリちゃん男らしい声ってぶっ飛んでるわねだって <laughs> どうも違う違う違う声じゃ声じゃない <laughs> 声じゃねえ声,声じゃないの、ね、声じゃないよ特典 <laughs> 券何枚だってジュリアのパンツ え持ってってあげようか1一枚ぐらい今度私服 <laughs> 今度さ <laughs> あの私物プレゼントでジュリアのパンツですっつって <laughs> 全員のやつ持っていけるよ回せてないよ納豆声じゃねえよどうもうだってサイン入りでね <laughs> 安原さん好きになったきっかけ髪の毛髪の毛髪髪の毛何と <laughs> したの 何が好きになったきっかけが <laughs> うれしいどうもどうもだって急に顔も好きになったえうれしいありがとうここだけメールの動画でジュリアが500円お支払いの皆さんこんばんはって言ってるやつを思い出してそんなこと言ったのえそんなこと言ったっけ <laughs> あれじゃない横浜行った時じゃない中華街行った時に撮ってたやつ。 覚えてなないかもそんなこと言ったすごい現実的なめっちゃ失礼 <laughs> あ、すごい桜ールのストーリーを送ってくれた1番は卒業直前なんだって日に日に近づく別れ2番卒業後理由もなく不安になる日々友達との思い出に背中を押され夢に向かって走り出すが桜ールのストーリーわかったもっと表現してちゃんと <laughs> ひどい 報読を出てる番組何だったっけ？うん？二番の最初何？二番のしゃ二番は卒業後理由もなく不安になる日。うん。表現しきれてた今まで。本当？うん。ずっと。アンマライブのジリアがひどすぎて。ずっとこっちでこうやってリズムとってる。広い。マジだ誰ひどすぎる。初披露の。 ずっと右手これ左手ずっとお仕置きしな,よ,な <laughs> <laughs> よくやるよね <laughs> 本当にあなた <laughs> 一枚なら桜チルのあジャーメンも次から桜チルめっちゃちゃんとできそうあ知っちゃったからそう表現力が上がりそう、うん、街路中の桜ひらひら,ひら舞い落ちろ 赤インナーカラーの時期だったね。それがすごく印象になかったそう、戻したいんですよ赤インナーにでもそしたらここもブリーチしなきゃいけなくて大変だジュリーおるよ初面で、ほ中華が行った時だよえ、誰が言ってるミミルスカートの中に手突っ込まないの <laughs> <laughs> 本当にもうえ動いてないよよくなるんや、よくやる、よくやる ジェさん手でリズムとってすごいよくパッ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 てやってる声枯れるまでは一言で言うなら叶わぬ声これは長くなるからええ今度めっちゃ楽しみにしてますえっめっちゃ聞きたい今度絶対聞きに行こう教えてくださいって言いに行きますね「歌い踊れ声枯れるまで」「タタタタ

おえちょっとだってさ目より声の気は高いはずなんだよ <coughs> 絶対出るはずなのにオペラオペララティ、パ、パパ,パーヤー <laughs> え <laughs> 何何どうしたいいまだ食べんのそろそろチルが青う季節になるなね桜チルばっか今度ジュリアにその動画見せてくれるって。 ね、500円かきにした皆さんこんばんはって言って <laughs> 失礼がすごい <laughs> <laughs> 絶対かなわないから声をかれるまで叫ぶしかないのよってことですあえー、あんまり恋の,恋の曲っていう感じで歌ってなかったメイさんだって恋したことないもんうんないよ <laughs> ないし結婚願望もないからかわいとう <laughs> ひど <laughs> だって一時期さ本当に将来不安になって何かあったら2人で結婚しようとかしてたよね一時期ー室何日とか言ってさ本当に付き合おうとしてたよね <laughs> じュリとミーさん一回 <laughs> 一回ガチで付き合ってみる <laughs> っていう話になった言ってたよねほんとにちょっとさ本当に付き合ってみんっていう話をしたことがあるジュリアと実は今だから言えるあゆみにまた悪意のあるものまねしてもらおうジュ,リにジュリの。 でもあやちゃんメイさんの悪意になるものまねっすよね。うん、よっしゃ。てらし出すこの月が。てらき出すこの月が。とか言った。<laughs> 暗い夜を気さして。とか言う。やるんでしょ、この人。声かれるまで叫んでるのは確かにかなわぬ、かなわな <laughs> みんな、今度、恋について教えて。<laughs> ビートルズ、バカにしてるったって。んビートルズをバカにしているって言われてるよ。誰がうんあなたが。なんでさっきの歌じゃないの <laughs> あれビートルズの聞くなの知らん食いすぎだめって文字が言ってるよえええ,えやばいのねえ落としすぎじゃないさっきからさ左手どこ行ってんのバーツ早期、はあ、やばい何が小学校5年生レベルの、ね、本当にひどい道路のど真ん中で下ネタ叫ぶんですよこの人待って言ってない最悪です本当に <laughs> あゆみと二人で それを私は、はってて言いいいながら後ろついていく恋の曲だとは思われないように書くの大変だったから恋の曲とは思わないだろうえー、曲の解釈あ浅かったくそー。ちょっと絶対次次マジでちょっと変えてみよう <laughs> 絶対変えるもう決めました絶対に歌い方変え変わると思いますでも女子力なさすぎてくさ 絶対不安だねっていう話をしてね付き合うっていう話を2本当に二人でしたことがある本当にずっと一緒にいた時 <laughs> 今の方が一緒にいるけど当時めっちゃ2人でいたよね。の、うん、時に一回付き合うっていう話をしたことがあるぐらい2人で恋とはっていう話をしてた。<laughs> <laughs> 安心安全のメイちゃんでしたからドーラの中心で下ネタとか男子小学生かよって言われてるよすごいよい本当にこれからはオタクのことなのかだって何その哲学的な話って言われて哲学だって付き合うって言ってたジュリたちがうんそう本当に不安だったんだよねなんかあの時期 だろうね分かんない将来が不安すぎて <laughs> どこからどの結論でそうなったのか分かんないけどなぜか「も一回付き合う?」ってガチめにしたことがでどっかで我に返ってやめたんだろうけどねね。ねいつだろうでもダメだよグループ内恋愛はっ嫉妬しちゃうもんああそっかうん絶対嫉妬するって しなさそうだってさどうだろうねそれ分かんない恋したことないから分かんない反応してえしたことないんだかわいと <laughs> う,うざいね本当にこの人この解説を聞,き聞いてこれからはアイドルのファンの曲だと解釈し始めて <laughs> びっくり本当にもうファンの人はねでも自由に聴いてください えーでも今度から絶対声から出るときに歌う感情が変わるなーってかわいそな言い方めちゃくちゃ笑ったって言われてるよかわいそうとか言うじゃんこの人別に恋したことないから男同士でそんな会話できてでもめえちっちゃい頃はあるよ好きな男の子いたよ保育園とか小学校の時多分記憶ないけどだってバレンタインデーのチョコとかあげた記憶あるもん 小学校の時ないあるよ手作りだったうんママと作ったうんちみたいな廃止してるって言ってるでしょほんとにんか作り方を調べてんかチョコレート溶かすじゃんでコーレークとか入れてで溶かして1回あの 棒状にするの、うん、でそれを <laughs> でそれをサランラップにくるんで,でここを端をリボンで結べと可愛いっていうのを見たからやったらなんか茶色いしでコーンフレーク入ってるしでサランラップに包んだらシワができてでママと「これやばいうんちだよどうする?」って言ってほんとサランラップで包むとすごいのよ。で <laughs> へとおしをママって言ってそれをあげた。<laughs> すっごいみんな作ってみてほしい今ジュリが言ったメニューをあー面白いほんとこの人最低小学校の話だそう小学校とか保育園の時しか記憶ないですねそっからは別に興味がない <laughs> えでも少女漫画とかは好きだよもうね酒の音だからね栗 <laughs> 朝日飲みます飲めないくせに何言ってんだか ジュリちゃんあわわって言って人の配信で言いたい放題やりたい放題のジュリア笑うって言われてる今度メベンもジュリアの配信邪魔してやろうえ<っ>え<っ>自正統派の配信しかしてないうんもうバレてるここで来てくれたありがとうさアラサーが何言ってんだが。あ <laughs> タートルフェスティバルナイトさんこんばんは初見ですありがとうございますリアルっぽいぞって言ってる <laughs> うみんな言ってるよ なんでさああ、ダメだよ、ダメだよ、ねえ、あんた、ねえ、ダメだよ。<laughs> まさか。ごめん、本当面白すぎてコメントをせざるを得なかったって。もうロアさんが行っかなって。ほら、ね、しかも人の配信で、全部アサヒジュリアです。ナポレオン。 誰だよマジでジュリアほんとにこんなですよほんとに道のど真ん中で下ネタも話すし,しそんなこと言ったことないよ声がでかいんだって賃貸ここネットで賃貸もう一回言ってバレンタインの話何バレンタインの話そんなこと <laughs> チョコレート <laughs> なんてチョコレートを <うん S 1> 溶かしますはい わかりました、はい、コンフレークを入れますはい入れました棒状に固めますはい完全に固まる前にサランラップに移しますはいサランラップでこうくるくるくるって包みます、うん、包みました端っこをリボンで結びますはいこんち <laughs> <laughs> こいつ何なんだ本当にはぁ、あ、メインの方がしっかりして見えませんズリーの方が見てて立つとき気をつけて <laughs> はい 裾を持つ <laughs> 本当に気をつけてあんたあん本当人の配信でパンツさらすとこやった今自分の配信ではなくそう絶対そうだよだってこだってこの間のストーリーのさあの質問返し聞きましたみたいな,なんか質問に対して言葉だけでやってるやつ <laughs> そんなことないよみたいな,なんかだってアイドルだもん <laughs> うぜ。<laughs> だってジェル昔声優さんになりたかったからさ。うん、夢はね。<う>途中で途絶えたけどね。そう、こういう声を出すのは得意なの。そうなの？うん。だってアイドルだもん。可 <laughs> 愛くない。え。えええでも最近イケメンの声を出すのがハマってるからや。やって。なんだっけ。なんだっけ。この間なんか最近あのなんか急に、えー、なんか惚れさせるからみたいな。<laughs> ドキッとしたみたいなやつ。うん、なんだっけあれ。<laughs> <laughs> なんだっけ急になんか人のことつかんでガコンってって「危ないよ」みたいなこと言える。何だっけ何だっけそれえ。えっ思い出せない。あぶね。ねねスカート何<れ>だっけなうんいや思い出せない。えっ何か急にこうやってこうやって言<う>って何か「危ないよ」みたいな。何だっけあああのセルフ階<段>あのセリフじゃなきゃかっこよく言えないの。何だっけ惚れたじゃなくて何だっけ 俺に落ちるよみたいな数字だな。ちちな新しいの作って、イケメンの声で。分かった。何?。みんなが乙女だと思って。<え>いやね、えなりかずきのセリフしか出てこ <laughs> ない。なんて、なんて、そんなこと言ったってしょうがないじゃないかっていう。<laughs> あのセリフが頭の中に、うん、いやだ、じいのイメージが崩れて。<laughs> いや<ー>、い <laughs> やだ。今ね、あの初めて見た人は、あなた全部うんことって言わね うんちキャラだよアイドルだからそんなこと言わないもん,ん言ってました俺の読めない感じ修復不可能って言ってるよだアイコンが松屋の牛丼なのが素敵だ <laughs> 楽しそう二人暮らしじゃないです三人暮らしです、はい、もう一人あイみがいます <laughs> アイちゃんと三人で暮らしてますバンザイハウスですアイくイケメンのセリフ言ってよえ忘、ー、れちゃった 出していこうもっともっともっともう眠いこっち来いよ違うもっとね低音ボイスこっち来い <laughs> もっと低音ボイスなの言ってあ、さっきジュリアでした <coughs> えそのあのねそのそういう普通の声なんだろうセリフに言って出せる出せないがあるのまだまだきとかできない短すぎこっち来いよじゃなかったえ違う <laughs> なんだっけな。忘れちゃったな。危ないぜじゃなくて、なんだっけ。<laughs> な<ん>。<laughs> 思い出せない。なんだろう。デスボイスでお休みって言って。<laughs> デスボイス。デスボイスは出したことないな、人生で一回も。いや。デスボイスは出したことない。おやすみ。 ひやみそれやみいやできなかったひらずみせできなくなっちゃったジュリアイメージが最初の撮影会だから好感度が上がりすぎて落下してきたってえやだ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  <laughs> でも本当は普通でやつでうん普通の人だもん違うもんめい <laughs> ちゃんマヤミキできそう優香のお茶石鹸ってやつでしょ ええマヤミキってなんていうの諦めないでってやつあ諦めないでだよですよね <laughs> だよねとか言ってたロアさんにジュリアのイメージはね崩れすぎ、えー、ほほいジュリやだそういうキャラやだおほほいほら野原信之助だぞーほほいうんほら野原信之助だぞねねお姉さんピーマン食べれる ねえねえお姉さん。ねえねえお姉さん、ピーマン食べれる?。食べれる。散々やった後に、ジュリは普通だよ、全く帰ってこないだって。自分で言う、人間は一番危ないって。タラを。<laughs> どうした? <laughs>。急に。やった、似てるって言われた、やった。タラちゃんできるかと思ったら、できなかった。アンパンマンできるじゃん。うるさいって。くれる、くれる。アンパンマン。<laughs> フレームきちゃうからできないドラえもんとかはのびたく野原めいのすけですあとにゃんちゅうができますにゃんちゅうだったよねにゃんちゅうだにゃんあできないかも今日喉を調子がにゃんちゅうだよにゃ,、うん、にゃんちゅうだにゃーあ違う今日できないあ前できたのに今日できないにゃんちゅう コリンの原しのすけやった <laughs> お, <laughs> おーいありがとうジュリアちゃんちょっとジュリアちゃんおパンチおパンチュジュリアちゃん <laughs> ジュリアのスカートビヨーン <laughs> あ鼻純鼻,鼻水ね モノマネできるようになりたいっていう話をしたんだよね、うん、そっから習得したあなた <laughs> してないでしょ <laughs> した何を放送事故あ、ヤギちゃん来たよねえ、たヤギさん来たねちょっと起きてスイトゥーユーそうなのうん <laughs> <laughs> それでそれで帰ってからやめてね <laughs> ヤギちゃんポーズしていつもヤギちゃん来たらこれやるの ハッピーあ、やばい落ちたねえもうそろそろ終わるから起き上がって夜空入るんだよ終わりの挨拶一緒にしよう